知識は知恵を形成し、知恵は技術を形成します。どうも理学療法士の土屋玄明です。今回は肩関節複合体について解説したいと思います。肩を見る上で肩の運動機能を理解することは必須の知識となります。で、今回解説する肩関節複合体の意味が理解できると臨床の視点がぐっと広がると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず肩関節の運動機能を考える際に必要となる考え方は2つです。1つは肩関節は複合体なので複数の関節で運動を形成しているという点、そしてもう1つは肩関節の運動様式、これはピラミッド構造をイメージするということです。この考えは理学療法士の千葉真一先生から教わった考え方なんですけれども、この考え臨床によって、私の臨床によってとても大きな気づきとなりましたので、ぜひ情報を共有させてください。肩関節はですね、複数の関節で運動を形成しているからこそ肩関節複合体と言われています。一般的には解剖学的関節である肩甲上腕関節、腱鎖関節、胸鎖関節、あとは機能的関節と言われている第二肩関節とか肩甲胸郭関節が有名ですが、それだけではないんですね。実は腰椎、骨盤体も含まれますし、場合によっては下肢も含まれます。実際にですね、膝を伸ばして肩を上げるのと膝を曲げて肩を上げるのとでは可動範囲が異なります。こういった運動がまさに肩関節複合体、要するに複数の関節で運動が形成されているということです。こういった視点で一つ一つの働き、解剖を知ると臨床で大きなつながりと広がりが出てきてきますけれども、今回はそこにフォーカスを当てるのではなくてですね、もう一つこの肩関節複合体を理解する上で大切になる考え方を、シェアさせてください。それは複数の関節でですね、運動が形成されているからこそ肩の運動を代償もできるし補償もできるということです。例えば右手を上げる際の肩関節の仕事量、これ100とします。肩の仕事量を100とします。でイメージとして捉えてほしいんですけども、この肩甲上腕関節が40の仕事で、残りいろんな複合体、複数の関節が60の仕事をして上がったとします。で柔軟性が低下したり体力が低下したりして、この60の仕事が50になったとします。そうすると90なので肩はどうなると思います？上がらないかなと思いきや、実はこの肩甲上腕関節40の仕事を50にすれば上がるってことです。ただこれをずっと使い続けると、肩甲上腕関節には負担が加え続けるので痛みなどが誘発されたりするってことですね。こうした肩関節複合体の働きを理解して、今どの関節で代償をしているんだろうと評価したりですね、またはどうやって補償させればいいかなということを考えながらやっていくと、いろいろな発想が思い浮かぶと思いますので、ぜひこの肩関節複合体の考え方、ぜひ参考にしてみてください。この動画の感想や臨床の疑問など動画のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。